Welcome、皆さんこんにちは、ジュディです。またまたリクエストによりお料理をすることにしました。今日はね、台湾の滋養強壮、体の中のエネルギーを上げるっていう、そういうお料理なんですけど、いつもの1分クッキングよりもちょっとね、時間かかるかもしれませんが、あの月に一度召し上がると、特にこれ冬から春、春から夏っていう時に召し上がると、クワーッとね、こうあったかくなるのを知らなかった人が、え、なんか私汗かけるかいてるなって言ったことが、うちに来て食べた人がいます。そのぐらいこれは実は体にいいものなんですね。ゲーチューと台湾では言います。ゲーっていうのはあの鶏っていう字で、チューってお酒だから、メインは何かっていうと鶏とお酒なんですね。でそこに少し漢方薬を入れたり、で日本の場合は、まあ後で説明しますけれども、日本で手に入るものでやればいいと思います。で私はあの時間短縮のために圧力鍋を使いますけれども、コトコト煮るというのでもいいんですよ。さてそれではね、材料を紹介しましょう。まず骨付きの鶏がいいんですけども、用意してって言ったら1匹来ました。1匹である必要ないのよ。だから骨がついてる方がいいわね。なぜなら、この骨の中に入っているいろいろなエキスがあるのね。その骨髄の中のものもこのスープの中には入るんです。それが大切。クコ、もう今本当に日本はね、皆さんクコ召し上がるようになりました。私はね、あのカチカチじゃなければ、このぐらいだったらクコの実は食べちゃいます。甘酸っぱいのでね、これ食べたらと人と話ができない。しばらくこの方に 歯にくっついてるんですけど、クコの実です。でこれ皆さんご存知よね、ナツメ、乾燥ナツメです。大体まあこの1匹に対しては2、4、6、7つぐらい入れていいかと思います。メインのものに行きます。生姜、実を言うとこんなにいらないんですよ。この分はいらないので、後でちょっと今切ってたり入れちゃった。生姜、ごま油、これが一番最初に使われるものね。そして煮ている間に、あ、忘れちゃった、ごめんなさいね。あなた、これ珍しいんですけれども、手は綺麗ですかね。さっき洗いましたよ。これロンガンって言います。ロンゲン、または台湾はゲンゲンって言うんですけども、何かというと、これすっごい重強素高いの。でなかったら別に、黒砂糖でも構いません。あの甘みが出ます、すごく。でロンガンっていうのは、ライチみたいな形で外が辛い殻があって、そして大きい種があるんですけど、間はブドウみたいに、ブドウってジューシーよね。でもロンガンの場合もジューシーなんだけど、ブリッとした感じがするんですけれども、白い実なんですね。それを乾かしたものがこういう黒くなるわけで、これはあの大体中国料理店に行くと売っています。乾きロンガン、くださいっていうと、こういうふうなのが出てきますので、それでもいいし黒砂糖でも構いません。さてこれらのもので、あとは塩少々で、塩のことに関しては最初から入れるともう肉の中にも何にも全部入っちゃうんですね。だから私たちの口というのは表面に味がついてればもう十分にその塩分を感じることができるので、これは一番最後に味を整えるときに使います。ではいきますね。はい、鶏はあらかじめもう洗って一回きれいにして拭いてありますよ。じゃあ火入れますね。ごま油を入れます。大さじ5ぐらいね、5から6ぐらい。下になんであのっていうと、ちゃんと油が回らないとダメなのね。では入れます。この子は入れない。パリパリと音がしてますね。でごま油って一回火を入れるとまたね、熱を加えてくれるの。食材によって揚げると体に与えてくれる熱が増えるっていうか、そういう作用があるんですね。生姜を炒めたら、ここはすごいんだけど、もうお酒ドボドボドボ、いくいく飲んできちゃうんですよ。
この香りです。取り入れます。びっくりした。プチッていかないで、急に。そしたらここにちょっとね、お水入れます。少しだけね、濃厚になっちゃう。でもそんなたくさん入れないよ。このぐらい。ナツメを入れます。そしてこれを入れます。ロンガンね。ロンガンくっついてるから、ロンガンを本当に離して、これはもう本当に骨の髄からも何かも全部エキスができるの で、もう本当に体のためにいいんですよ。では締めます。待ちましょう、20分。するとシュ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 10分ぐらいしたら言いますから、それで20分これで待ちます。蒸気がもう完全に切れました。じゃあこれ開きます。おお、見てください。あ、なんていいよ、でしょう。よし、入れます。塩、最後に入れるっていうのは、さっきも言ったように塩っていうのはもうその鶏の中に染み込んじゃうと、もうすっごいしょっぱいお塩になっちゃうので、でも大さじ2ぐらいは入れますよ。大さじ2は入れるかな。どうなの。いかん、忘れた。クコを入れるの忘れた。クコを入れてちょっと煮なきゃいけない。今塩入れたでしょ。そしたらクコを入れて、それでちょっと煮るの忘れそうです。あ、もうね、骨から肉が落ちるって分かります。もうそこまで来てますね。でここでちょっとコントロール、さっきのお酒あるでしょ。お酒を少し追います。あ、もう酒飲みはこれたまんないだろうな。でこれが空港が煮えるまでちょっと頑張って、でアルコールを蒸発させて、ゲーチューの出来上がりになるんですけど、ちょっと味を見てみよう。もう一回、あ、今お酒入れたからその分だけちょっとまた足しますね。家庭料理ってさ、ゲーチューの私本当にあの分量って教えたことがないので、そばで見て覚えなさいっていう感じなんですけど、今日はちゃんと後でお知らせしますね。おっ、ね、ここの身がね丸くなってくるの。こういうふうに丸くなってふわっとしてきたらもう大体 OK。 これ見えますか、ふわっとしてきたでしょ、ね、これでも OK です。ではいきます。これは今ね、これは お肉を食べる方ね。皆さんね、このスープだけを飲むのもいいんですけど、スープの中にそうめんを入れるのも美味しいの。本当はこのスープを飲むんですね。あ、味、最後の味をチェックするの忘れたけど、大丈夫なような気がします。美味しい。自分で言うのなんだけど美味しいです。肉食べる、熱くなりそうは体が。おいしい、ふにゃふにゃ。すべてが体のためによくしてくれる味ですね。このお肉とスープを終えたら、こっちの方の麺に入るんです。で、日本の皆さんは、麺が甘いってあまり考えられないんですけども、これね、その漢方の香りのだと思って、こんな甘さがあると思っていただいて召し上がっていただきたいと思います。もう美味しいんだけど、どうしよう。ゲーチューです。女性は、月に1回体のもうファンクションをわーって入れ替える大変な機能を持ってるんですね。だからそれが終えたい、綺麗に全部
終わりましたという時にこれ食べる。特に若いお嬢さんを召し上がるといいですね。最中はダメよ。それから前もダメ。もうきつくなってしまうので、終わったらぐーっとパワーアップ。それから赤ちゃん産んだ後、これを召し上がるとお乳が出たり、その産後の日立ちが良かったりする、大変なる補うスープなんですね。で、私のお友達でね、なんかのお祝いの時これを出したんですね。そしたらね、飲んだ後に、私ね、骨の髄まですっごく冷たくて、何を食べても何を飲んでもねダメだったんだけど、今日はなんか汗までかいてきましたって。どなたかお客さんですか、行ってきて、お迎えにどうぞ。だそうです。という今日は月中、お酒で鶏を煮るお話を申し上げました。最後まで見てくださってありがとうございます。また見てくださいね。チャンネル登録してください。お酒をクリックするだけで毎回私が皆様の前に登場しますので、それぜひともやってください。それじゃあまたお会いしましょう。バイ。